なんで僕タスク終わったの？僕サボってた？じゃあ、あれ僕結構やった。夏目先生最優先で、くるん。今日は絶対に僕はカメラで見ます。犯行現場を見ます。黄色、水色。ナイスです。誰も押しに来なかった。あ、ストーリーだったんですか？誰も押しに来なかったから誰もキルできなかったんですかね。仲間の前に投票しました。お疲れ様でした。ブリ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 。ブリブリブリ。うんちが乗ってる。うんちアルマンですよ。怖いですね。ミント。おお、よかった。なんでこの竹雄さんって俺にも一遍咲いて。ないか。うん。まあボタンね、作れるのは本当に感謝しないとね。タスク詰めちゃうとね、誰もボタン押さなくなっちゃうから。っていう未来が見えるから収束していく、そういう未来にね、ボタンを押した人が損しない未来を作りたいですね。エロチア。ピンク。2人以上、3人以上いるときにアドミン行った方がいいかな。ピンク、黄色、緑。じゃあ終わり。やっぱりな。だと思ったんだよね。最初から俺は分かってたぜ。見た人、うんち。うんち見てない。見てない。右ではないよね。ゲンさん、メイヤさんと夏目さんとゲンが貨物脇でした。うん、でサントスさんがずっとアーカイブにいて、あ、交流した。なんかサントスさんアーカイブのタスク長くない？俺もう終わったのになんかまだやってるなと思ったね。普通に下手くそだった。最近ズルしてすぐ終わらせてズルできないからめっちゃ時間がかかってた。これ全部左下だったから切れそうな。あれ宿舎前は切って、あ、僕です。はい、だけでした。2人だけでした。はい、あ、いなかった。キッチン僕だけでした。どこだどこだどこだ。サントスメインホールでアーカイブまで行ってますけど見てない、ね、アーカイブ脇だったと思うけど見てない。メインにはいない。メインにはいなかった。右もいないってことですか？貨物アーカイブメインいない、うん、エンジンだったら多分見てるな。キッチンは、キッチンなかったです。僕がリスポンしました。竹谷さん一人、うん、誰かが嘘ついてますね。左に竹尾。一人の人誰ですか？竹尾さん。で僕しかいないの。でもキッチンにはいなかったよ、マジで本当に。サントスさんは。ちゃんとシャワー室にいたもの。エロちゃんのとこ空き、ごめんなさい。宿舎前。宿舎前。サントスメインでアーカイブまで行って、後半ずっとメイヤさんとアーカイブで一緒にいます。なんとなく。メイヤさんと後ろを取っていいかな。先端さんがメインでしたっけ？僕がメインで、オラフ君と、寺蔵さんはエンジン？アーカイブからシャワー行って、シャワー室でずっとタスクしてました。夏先生とかがずっと見てくれ。あれ、オラフ君ともう一人、うん、僕、宿舎前で先端さんと会ってないっすよ。あれ、そうだっけ？多分センター俺に間違えてると思う。いや、わかんない。メイン誰ですか？センターさんだけじゃないですか。私はサントさんでしょ。サントさんでしょ。あれピンク、水色と黄色見たけどな、エンジン。僕は違います、違います。あれ本当に違うっぽいな。あれ二人で会わなかったっけ？止まれた。違う、止まれたか。このピチャンピチャンと音好き。シュッ。クロニメイヤ、クロー、あれなかったっ
け、気にせえか。ちょっと待ってほしい。ああ、はい。どないやねん。ナイス。センターの横脇だっけ？僕メイン脇で、え、うん、オラフ君エンジンで俺と一緒になったよね。で、小見さんと直したよね。そうそうそう。それまでに2人いて、オラフ君が右に行って、寺蔵さんとメインの左ですれ違わなかったっけ？僕は絶対いないです。すれ違ったのはシャワー室内だと。初手かも。一番最初の日かも。ああ。てか、そもそも三骨さんがメイン脇っていう話だったから、その2人と三骨さんが会ってないんだったら、前回の話じゃないんじゃない？確かに。三骨さんは。じゃないですか。あ、ですね。はい、三骨さんは。三骨さんが右にいたのかな。アルマさんの目撃情報は一切ないんだっけ？なので、リスポン1を黙ってる方がいるんじゃないかなっていう考えで、私聞いてました。前回アルマさん見た人います？初日。見てない。初日は見てない。貨物、ごめん、誰でしたっけ？貨物は僕と多分ゲンさん、僕はゲンさんまでしか、あと夏目さんもです。夏目先生ってその後どこ行って、僕夏目先生までは確認できてないんですよね。あ、左だから、まあすぐ上に行ったので、まあ、左かなって。ああ確かにアーカイブですれ違った気がする。結構先に夏目先生来た気がする。確か、いや私貨物ではアルマさんは行ってないんだろうなっていうのは、うん、まあ皆さん目線確定でいいと思ってるっていう。絶対ない、アーカイブもない。エンジンとかキッチンじゃないですか。そうだから単独で浮くエンジンか、うん、エンジンの場合多分ね込み直しに来てると思うんですよ、さすがに。あか、まあコックピットその間先に入ってるかなんで、うん、それはなで、僕とエロちゃんの二郎じゃない限り竹尾さんだと思うんで本当にキッチンいないんですよ。だからこれ一番やばいパターンで、僕が白で釣られるパターンだと思うんですけど、まあ白でも釣られて、釣られてくれ白でも。メインって誰なんだったっけ？サントスさんと、僕とサントスさん、センターさんで、サントスさんと皆さん白を証明してやってて、うん、で原因さんと夏目先生と宮さんは、あっていうかだったら僕の行動を洗うべきで、僕はキッチン脇でセキュリティ行って、ああよかった、タカ入れましたよ。うん、二郎ケースあるんで、いろいろ。コンプレートのサントスです。僕までローラしてくれていいけどな、それだった。テラーさん、ああ助けなかった。ああ一旦行こう。黄色減らして、うわなんですか。いや、なんですかって、いや僕が釣られるんだったら僕の、進行ルートをちゃんと言わなきゃいけないんで、はい、はい、お願いします。いいですか。僕はキッチンで沸きました。キッチンで沸いた時に誰もいませんでした。で、キッチンのタスク、ハンバーガー1個作ってからセキュリティ入ってテープで時間合わせして、エレクトリカルに入る前にボタンじゃないな。あ、ボタンだったっけ。ボタンが押されてます。はい。はい。だからそこまでしか移動してないです。はい。竹尾さんの間に誰もすれ違ってないです。竹尾さん目線の犯人1とアルマさんのレスポン1をちょっと一緒に考えていきましょう。うん。エンジンしかないんじゃない？あの二郎でカバーやってるとこ以外だったら。エンジンじゃない。二郎でカバーやってるというのは具体的に僕とエロちゃんですかね。え、だってセンターさんとサントスさんでしょ、一緒に置いたら。ん？エロちゃんさんと一緒に置いたら。エロちゃんとオラフ君が宿舎前通路で、僕がメイン脇です。うん。で、僕とエロちゃんはもう合流、もうすぐ合流して一緒に込み直し、一緒にエンジンメインでシャワー最後、緑と黄色見てます。っていうかアルマさんがさ、普通にエンジンでさ、初め左に行ってさ、その後米サボに行かなかったら、普通に竹尾さんがクルーの上で最後キッチンに死んでるとか武器庫展望もあるんじゃない。あれば誰になりますか、その犯人は。多分オラフさんとか。米サボに集まったところまでしか私アリバイを聞いてないから分かんないけど、米サボ2人で直しました、2人っきりで。そもそもアルマさんの死亡位置も分からず、リスポーン位置も分からない段階なので、ちょっと対抗を上げるとしたら、うん、リスポーンでかばい合ってるぐらいしかもう考察が生まれない。具体的に誰ですか。見てない可能性もあるから、ね、
なんかさ、ただ単に竹雄さんが浮いてるだけっていう情報で釣りに行ってんの、うん、ね、なんでだろうって、なんか、だってリスポーン位置なくないですか。例えばオラスさんとエルチナさんは宿舎前通路ですけども、うん、そこにアルマさんがリスポーンしていって、はい、場合はエルチナさんは単品で先端さんと会って普通に何もしてない、オラスさんが金庫とかその辺でブチャって切ってる場合は全然竹雄さん白くなりますよ ね、 なんかね、2人だった自信ないんです。じゃあ僕と僕多分ね最後まで怒らされると辛いんで早めに釣っといた方がいいと思います。じゃあいやもう昨日の段階釣った方が良かったと思います、ね、あ、現の今の主張は一例です。他にもいろいろあります。生き残っていいと思うよ、うん、ここまで来たら残した方がいいと思ってる。もったいないね、せっかく絞れてるのに。あったけえ、あったけえリスポーン情報がこんだけ固まってんのに。僕とてかエロちゃんとオラフ君落とせばよくね。いや、じゃあエロちゃんと竹雄さん釣ればよくない。直し行くか、遠すぎるかな。釣りてえけどなー、僕は。なんかいつもさこういうあるよね、僕だけ釣り意識高くて他の人はそんな釣り意識ないみたいな。ピンク白水色、はい、おお死んでないじゃん。いいね、いいですね。てか貨物さんにいるわけでしょ。で、はい、アーカイブでサントスさんとミヤさんが会ってるわけでしょ、うん、はい、うん、でまあ考えられで、そこに湧いてるんだったらまあ誰かしら絶対見てる、右側だったら。で、うん、宿舎前にもし湧いててオラフ君とエロちゃんの二郎で川やってるんだったら、まあ、まあ一応ありえる。あれ片方が見逃してて片方がインポスターって可能性もあるから。あれ最後コミ様直したのってセンターさんと誰って言ったっけ。俺とセロちゃんと僕です。その後2人はどう動いずっと一緒でした。エンジンメインシャワー、うん、エンジンメインシャワーで、シャワーで黄色と緑がいたのを知ってます。俺はメインのだからエロちゃんセンターはほぼほぼ無理なんでしょう、うん、一応白は二郎はありかな。ああ二郎はあるけど、うん、だからもういいと思うけど、竹雄さんとだから心配なんだったらエロちゃんまで落とせば。え、俺エロちゃんよりオラフ君の方じゃないの。いや、浮いてるから釣りたいんであれば、うん、ればもう早めに釣って、うん、そのもう所定キルの話はやめてキルマチの方がいいと思います。キルマチの方がいいな。ここまで来たら私残した方がいいと思ってる。この議論が進んでボタンがどんどん消費されていく。いや僕はこれはキルクルタイムでついでに話するだけです。うん、なんか、うん、なんか確証がないんだよね。現実結局雑感になっちゃうんですよね。右にいた方が非常に今回多いわけなので、うん、その中でアルマさんが目撃されていないことから、まあ、左寄りで死んでるんじゃないのっていうのが皆さんの感覚だと思うんですよね、うん、ってなってくると容疑者1としてはまあさっき言ってたボタンを押したので誰でしたっけ。ボタンを僕です。僕がボタンを押しました。はい、うん、金庫宿舎前で湧いて金庫、うん、昇降機ミーティングってもうすぐ行って、サボタージュなってるのを待って僕はずっとボタンのところ待機してたって感じです。にしては時間あったけどな。だとするとやっぱりね、分かんねえな。するには値しないと思っています。アルマさん少なくとも30秒動けるタイミングがあったんで、若干意識が結構違うのか。うん、難しい。あ、いや違う、僕右のタスクしちゃった。バンバン積んないと3切りとか起きちゃうから僕は釣った方がいいと思うけどな。さっきのさ、メイヤさんをさ釣った時はさ、エクスゴ釣るんだってなるのにさ、結構多いよな。なんか釣り意識がなんか若干村と変わっちゃってることが。白おー、釣ればよかったじゃん。はい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 、現です。メインホールのど真ん中ぐらいでレポートが光ったんでとりあえず押しました。先端目撃証言あって、
セキュリティに自分とセンターがいて、自分はセキュリティのタスクをして、センターは多分電気室メインホールって経路です。あのほぼ直近、ほぼもうなんか直近切るって感じがします。メインホールってリクール的にも直近な気がしますよね。竹尾さん黒い動向じゃなくてロラーすればいいんだよ。平蔵さんも無理かな。あ、私アリバイないので先話させてもらいたいんですけども、アーカイブで誰かと見合ってからラウンジ貨物室のタスクで診察室に入るぐらいまでなんですけど、私アリバイないです。なんで容疑者1になります。サントスさんと確かに僕がラウンジからアーカイブに入るときにはすれ違いましたね、うん、そこ以降誰とも会ってないので、なんか見落としてた。私容疑者1になると思います。確かにリアクター鳴ってるタイミングで来ないから、はい、あれって思ってた。現の移動経路、あの下見発見までの経路を軽く言うと、ミーティングにオラフさんを置いていって、落としてる。で、寺蔵さんがあのヌーンに乗って右に行ったのを視認してから向かって、アルマさん迷惑か。おそらく、まあ、この2人は無理かなと思ってます。さっき出た赤の回で、オラフさんも白で。アルマさんか。夏目先生がセキュリティで見たの。黄色だと、はい、セキュリティ。水色だと思ってたの。カメラを見てたと思うんですけど、多分先端が。うん、カメラついてる。誰か見直接直接見てる。あ、センターを。うん。このサボが入る前にセンターはセキュリティ見てる。いや、その後夏目と天気室とメインホールのあのはしごのとこですれ違ってる。うん、直近切るなんであれば、夏目もできないと思う。直近切るならそうだね。本当に直近にいるのかわかんないけど、エロちゃんはあれだよね。そっちのじゃあメインホール側から来たからね。それはたまたまあっただけだな。じゃあ竹雄さんが浮き位置なら竹雄さんから落としたい。あ、じゃあ右に行ったのがサントスさんで、左に行ったのがテラドさん。ちょっと見直そう。そうだ、見たわ。めっちゃミスリードしてたのか。じゃあ無理じゃん。合ってただけだな、たまたま。ラウンジ貨物までは証明できる方います？多分いないんじゃないですかね。まあ、じゃあ全然メインでやっていうか、うん、初日の容疑もあるんで、僕落としといた方がいいと思いますよ。あ、エンジンですれ違った。あ、なるほどね。すれ違ったのが寺田さんだと思ったら、あれだったのかって感じ。あー、ごめん。記憶が。アルマさんとすれ違ってたのか。あ、そうです、そうです。色が全部違ってた。ね、はい、右行ったのがサントスさんで。あー。いや、でもまあ、どっちにしろ。どっちにしろなんか当たってるんだよ、位置的に。あれ、もしかして透けてない？あれ、誰に殺されました？僕自殺しました。ああ、そうか。うん。あ、これお土産されそう。両方ともの色を間違えて覚えてたな。ああ、お土産されそう。あれ、オラフさんが死んだか。オラフくんね、直近じゃなくてちょっと前に死んでます。1個いいですか。あの10秒間くらいセキュリティガチャガチャってたけど、最後ミーティング緑と茶色が上がる以外はカメラ映るところに人は誰も映ってないです。はい、バイタルの情報見てたんですけど、最後の方のキルではないです。で、キッチン脇に夏目竹雄オラフで高評価お願いします。竹雄オラフ、僕の見間違いがいいなと思ったら高評価お願いします。ここに行ってたんですけど、竹雄さんはどういう経路ですか？僕はゲンさんと一緒にミーティングルームの上側に登って、うん、時間的には無理なんじゃないかなって思いますけど。竹雄さんをどこに置いていきましたか？楽しんで、いつから竹雄さんと合流したかじゃない？竹雄さんと合流したのは宿舎前通路近辺です。なので全然容疑者位置だと思います。ちょっともっと言うと、竹雄さんはドアを開けようとしませんでした。竹雄さんに話させてあげよう。いや、開けてますけど通信室の、通信室にオラフ君が入ってくのを確認して、僕はミーティングルームに向かっています。通信室にオラフ君。ただ今俺メインホールからエンジンルーム宿舎前って言ってるんですけど、ドア開けてる最中なんですけど、そこには死体なくって、でバイタルと情報って他に見てる方いますとか、夏目を見た人います？あ、自分だけですね。うん、そこも浮き位置になるとは思うんだけど、どうかな。竹雄さんさ、オラフ君と武器庫の方にいたでしょ。合ってます？それは。いや、それは合ってますよ。で、コミュニケーションサボタージュが鳴って、オラフ君が通信室の方に向かったから、僕はミーティングルームの方に向かったんですよ。あ、そうなんだ。だからそのタイミングではキルクールタイムは開けていなくて、
で、多分源さんと交流したタイミングでも開けてないんじゃないですか。源目線の話なんですけど、オラフさんを切った後だから開けてなかったんじゃないかなって思います。30秒の話ですよ。サントスさん、あ、でも分かんないもんね。あれ、少なくとも最後の10秒にカメラに映ってないので、いや、分かんないな。私、スキップに先生かね、相方。マジか。じゃないのか。もうだったら、これ、スキップイコール、もう肉見つけるかタスクしかないですけど、大丈夫ですか ?3 キルされたら負けですね。なんでこんな釣らないんだ、この村は。すげえ、なんか、急に釣り意識が低いな、この。さっきは、みんなさんめちゃくちゃに釣ってたのに。面白いよな、なんか。同じ村でも釣り意識が高い時と低い時があるの面白い。お、霊界でこれエーペックスできますね。あ、する？私は大砲よ。なんですね、メロンパン使うんですか。これどうだろうな。これ結構まずいですね。まずいですね。急にスキップみんなし始めるな。あ、でも誘導してる人物一人いるから、その人の気がする。はい、目の前で、目の前で竹雄さんがやってました。テラゾーさん、サントスさんミーティングに。あ、だだだだ、テラゾーさん、テラゾーさん見た、テラゾーさん見た、いたいたいた。いやでも最後見えなかった。白と黄色と青がいたのは覚えてます。オッケー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 。さっきの投票、夏目と源で竹雄さん、今のは結構入っちゃうくね。まあ自分竹雄さん正直かばってたところはあったんですよ。初手切るってこういうルートで、ずっとかばってたので、センターを殺したよねって話はされてなく、若干だったので、だけど今回目の前だったので、まあ釣りましょう。いや、こうなるんだよな。だから僕釣ってくれって先から言ってたんですよ。だから僕がもう釣られるの確定コースだから、夏目先生はね、切ったんですよ。あ、そういうこと。竹雄さん目線は、これだから夏目先生が切ってるんですけど、もうこの盤面って僕釣る以外ないんですよ。うん、だから私と夏目さんが入れるのは正直前日からそんな白要素にはならないと思ってます。それぐらい竹雄さんは黒だったと思います。昨日から。あ、まあ僕は初日からもう入れてくれ、入れてくれって。してるわけじゃない。サントさんもいましたよね、今ミーティング。なんだけど見えなかったんで。白でも釣った方がいいっていうのはこういうことだね。ボタンを押そうと回って。あ、オッケーオッケーオッケー。自分の白アピさえすればいいと思って。エロちゃんと最初のキルメインホールで会ってて、自分は貨物室分けだから、まあ初手キルにはあまり関与ができないと思ってほしくて、他のキルもトータルしてアリバイあると思うんですけど、ですか、生きるセキュリティの方の話も多分ほぼだから竹雄さんなんじゃない、このキルで。あ、1個前は夏目先生できるよ、診察付近で。オラフ君、違う、あのオラフ君と竹雄さんは武器庫の方に行ってて、オラフ君は通信室に入るのを見送って竹雄さんが行ってて、自分はバイタルを見ています。まあそうだよな。じゃあ右の方に行ってるんで。いやこれ間違いない。でももうこれ盤面的にはもう負けです、ごめんなさい、すいません。次のサボタージュ直してボタンを押せるとか精査してた。筋通ってる、筋と、あれの筋が通るんだったらもうリスポーン精査しない方がいいですね、それだったら。直しに行こう。これは決め打ちだと私は思ってます。もうちょっとなんか結果間違えてましたよね、僕が。自分のこと白く見てる人ボタン押さない。それだったらもうリスポーン位置整理しない方がいいですね。そこまで精査するんだったら、時間差とかも精査するんだったら。これうまいな。ミュートゲーすいません。ミュート、ミュート、ミュート。危ない、待って待って、ああ危ない危ない。ちゃんとミュートしてるか確認してから喋り始めてください。ああ、オッケーです。はい。いや、これオラフ君って竹雄さんにキルされてないですよね。あ、僕じゃないっすよ。あ、僕じゃない。ミュート、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 ミュート。はい。まあ、疑い位置には、というか、ロラ対象位置に入ったんで、まあ、重い口を上げるとですね。てか、重い口を上げなくてもいいや。アリバイないとだけ主張。あるとだけ。夏目先生試験は竹雄さんと知らん。だって今までの話って竹雄さんがヘッドタンクをして1キル目から雑貨の浮き位置から竹雄さんがヘッドタンクをしていただけなので、知らん。浮き位置でもないないけど、源さんが若干白かなって思ってて、リスポーン考察だと思って。一つ聞いていいですか。はい、あのさっき夏目先生がオラフ君のキルできるって言ったのって誰でしたっけ。サントスさん。サントスさん、ね、あ、そっか。オラフ君って竹雄さんとなんかコミュニ
込みまで行ったっていう話してなかった？んオラフ君そうだよ。だよね。で、竹雄さんが出してたから診察室にいる夏目先生がそこにいるんだったら夏目先生とオラフ君蹴るには関われないんじゃないかなって思ったんだけど、だから、まあ、それは多分、エロちゃんも自分に聞いてきたから、多分、ゲンです、ゲンです、ゲンです。すいません、別に夏目さんを疑う前の、さらに手前の話なんですけど、うん、あの、竹雄さんで皆さん連れてると思ってますよね。うん。じゃあ、よくないですか。急に。じゃあ、置いといたらよくないですか。うん、別に。私、これまでの全キロはほぼほぼ竹雄さんで硬いと思ってるんで。マジ？いや、私は安定進行なら夏目先生を落として、なぜですか？ 4 人固まる動き。なぜですか？一郎落ちてる。二郎残ってるんだったらその話は出てきますが、竹雄さん黒前提なら自分が疑い位置に入ってるからだと思うんだけど、うん、どこのキルで疑ってますか？5人だったらさっき終わってるでしょ。だってえ押せた、うん、え違う、それはコミュサボが残ってたから好きなサボタージュの選択ができず回し目もできないから今終わらなかった理由になるわけだって。なんかそこの要素じゃなくて自分のことをどこのキルで疑ってるかを話してほしかっただ。そうしないと会話が不可能だから。うわマジ釣らないのか。えこれもう決め打ちだと思ってます昨日から。違うけどな賞味。うん、まあ、あ僕のキルは相方さんですよ、はい、すいません、ね、はい、僕のキルは相方さん。いや本当申し訳ない胸クソキルしてしまってこれすごいな。面白い展開になってますね結構。いやここで夏目先生積んだったらもうもっと早くギスペンをもう積って、もうギスペンをいやもうずっと、ね、ずっとそうずっと言ってるから僕最初から釣れっつってんのに。まあ竹雄さん自身もずっと言ってますもんね。そう作ってくださいね。お土産入っちゃった。そういやもう釣った方がいいなと思ったから楽しんでいったけど殺されちゃった危ない。まあ、なんかでも釣ってたら普通に巻きそうだったな。ゲンさんが結構強くしてるし面白かったですね。白熱しててね。なぜですかって言って珍しく出力を上げてました多分センターさんとゲンさんはついてる。ミュートミュート、シシャミュート、シシャミュート。あ、ゲンさん死にましたよね。ってことはメイヤさんになる。まずエロちゃんと2人ではしごのところにいたのでエロちゃんができない。あ、私ギリできるかエロちゃん視点、ごめんなさい。アドミンの情報を持ってて、うん、ちょっと部分的にしか覚えてないんですけど、うん、キッチン、展望デッキ、コックピット、自分です。キッチン、展望デッキにいた方いますか？多分俺キッチンかな。違う、だから違う、もうリスポーン考察なの。だから僕は間違えてたけど、リスポーン考察実際エンジンに湧いてたのあったでしょ。対立、それだけでいいの情報は。対立です。いや夏目先生インポスターだったら知らないで。それで他の人が見てなかったっていう情報だけでいいんですよ。それだけで残ってるの自分だけだと思いますが、皆さん終わってますか？終わってる終わってる。ごめんね、俺タスクはもう終わってるんだけど。サンタさん終わってますか？終わった。まあ死者の、方がタスクをやってないっていうのも加味して、まあ、タスクでいいのかなと思うので、夏目だけ離れるので3人はどっかで集合しておいてください。これでよくないですか？了解です。まあ皆さん釣り夏目先生インポスターじゃないと思うけど、僕タスクやべえな。この場面になったのであれば、うん、俺も夏目先生はインポスターじゃないっぽいと思ってやべえ。僕タスク残ってるやべえ。でも釣り切ったからね。本当にそのサントスさんとエロちゃんさんはキルが無理なって話なんですか？待て、今の夏目先生のアドミン情報、ミーティングと宿舎、ミーティングと宿舎前釣るのあるの見えた？見てない。なんかもうキッチンと展望デッキが気になる。なんで僕タスク終わったの？僕サボってた。じゃああれ僕結構や夏目先生最優先で宿舎前通路、じゃあどこで固まるか。宿舎前通路左じゃない？オッケー。いいんじゃない？じゃあ停電とか動かないでね。で米サボ直さなくていいから初号機だけ。オッケー。そうしましょうか。いや申し訳ない。ちょっと足引っ張っちゃったな。来る。いやでも分かんなかったし俺目線。
やばい、タスクが終わっていません。めっちゃいい提案ですね。タスク終わってます。竹尾さんのすぐ終わる人はフラグでしたね、これ。なんかすいません、あとか言われちゃったら圧。あ、いやいや、でもすごいいい説得だったと思います。大丈夫ですよ。なぜですかって言ったの。直立不動で待ってるんだけど。危ねえ。なぜですか。もうだって夏目さんが寺蔵さんのお肉発見したんだったら、サントさんのコミサボ云々の話ってそもそもおかしくなっちゃうんで、うん、ね、価値観を自らいやあれ夏目お肉レポートで弁当入った、うん、逃してるんで、たら負け、うん、多分負けてたんで。タスクはどうでしょうか。夏目先生釣りに行ったサントスさんが次釣られそうな気がしたからな。あれ夏目先生釣ってたらちょっとそれが怖くて、うん、皆さんが逃げた。単独行動中どうなるかな。タスク待たない人いないですか、幽霊で。うん、夏目先生切れたらワンチャンに切るがち。おー入った。幽霊でタスク待たない人いないですか。終わったよ。待ってます。僕はもうストック昔持ってますけど。お本当は今急いで3つ終わらせましたけど。おお、ナイス。ナイスポイント。どこに出てこいよ。ナイス。え、展望にいましたよ、夏目先生。あ、夏を展望いたんか。あの、アップロードのとこにいました。マジか。申し訳ないですが、オラフ君と寺戸さんとって話が全部色が違ってまして、サントスさんと、アルマさんとエンジですれ違っております。大変申し訳ございません。申し訳ございません。申し訳ございません。あと、テレビ中継かましてすいませんでした。いや、ごめんなさい。足だいぶしちゃった。貨物え、そう、アルマ貨物で死んでるんで。そうなんだ。貨物で死んでる。じゃあメインのタスクがめっちゃ多かったんですよ、最初で見た時で。メイン行きたくてエンジンで湧いてもうミステック入力してて、でタスク終わらせてって、貨物最終着いたところで竹尾さんに切られました。強い。しかも竹尾さんもそこまで行ってんのかい。竹尾さんも貨物まで。ちゃんから貨物まで行きました。どっち回り。メインからメイン、エレクトリカル、新作。ああ、じゃあ合ってないな。よかった。そうで、あ、そう、合ってない。奇跡的に誰とも合わずに安心だった。先端さん以外誰とも奇跡的に合わなかった。あ、じゃあむしろ左で死んでることになっててよかったな。で、それで誰とも合ってないっていう。なるほどね。肉見つかった方が。右行ってたって言ってたら、将棋者絞れてなかったらむしろ。自分でもドン引きしてたんで。あれとは来たらめっちゃ死んでる。え、どういうこと。エンジンから湧いて、エレクトリカルって診察室行って貨物行くってどういうこと。それインポスターのそれルートだよ、それ。あ、怒られてる。いや、竹尾さんごめんね。いい。自分でもドン引き。僕がちょっといろんな奇跡が起きた。あと、あ、現在、三藤さんちょっとすいません。強めに言っちゃって。いや、ごめんなさい、違う。いや、私間違ってたから、正してくれたらありがとうございます。いや、マジ、すいません。いや、逆に私がだいぶクルーの進行を乱しちゃったから、申し訳ない。まあまあ気持ちもね。あってこそ面白いゲームだから、ね。あのロラスタイって気持ちもすごいわかるので。そう、私視点だとどっちかに 100% いるので、あれで完全に位置釣り切れると思っちゃったけど、まあそうっすよね。クルーとしては残した方がいい。これね、コミュサボ復活してマジでいいマップになったな。いや、楽しかったね。神マップ、ガチ神マップ。めっちゃ、なんかどっちもいい試合になりますね。全部いい試合でしたね、今日ね。あっ、確かに。メヤさんのオラフ君キル最高だったの。いや、あれだったと思って。やるしかねえと思って、竹尾さんに濡れそうと思ってやったんだけど。いや、よかった。可能性が上がったな。夏目先生に投票しとけばよかったのかな。もうタスクがあったから。あれ、夏目さんに2票入れたのは多分、サントスさんともう一方おられたんですよね。僕です。よろしくなんか。あ、そうなんだ。あ、じゃあインポスター入れてたんだ。インポスター入れてたら夏目さん釣られちゃってたんだ。怖っ。もう全然タスクやってる素振りがなくて、俺目線だと。あ、でも私逆に最後の最後で、あの4人番目になった瞬間にタスク こんだけ残ってて、夏目先生今まで全然タスクしてないから、だからこんな合計量残ってんだろうなって逆に。そう、全く同じ考えになっちゃった。俺も全然タスクやってなかったですよね、夏目先生。ちょっと説明しきれなかった部分があって、あの夏目さんが白だった理由って、あの寺蔵さんのお肉発見が夏目さんじゃないですか。うんうん、あ
で竹雄さんは夏目さんが釣りにかかっている。で小見さんが治ってない状態っていう風をわざわざ夏目さんが作るかなって思ったんですよね。うん、ああ、うん、なるほど。夏目先生がインポスターだったら、そう、二郎残りだったら、そんなの、そうそう、治ってからとか、いくらでもいろいろやりようあるのに、だから、サントさんがおっしゃったことが、そのまま、まあ、跳ね返るというか。なるほど、なるほど、うん。夏目先生に投票しなかった理由としては、本当だから、夏目先生を最終場面までしっかり残して、サントさんと夏目先生と僕とかの盤面にしたかった。ああ、なるほどね。信用勝負勝てそうなメンツに。そう、あれになっちゃったから、もう、どうしようもなくなっちゃったって感じ。でも、それは、うん、あくまで確定要素じゃないんですよね。インポスターだったらやりにくいよねっていう話なんで、サントさんのご主張も全然理解はできました。うん、まあ、あのタスクね、あの終わってない幽霊の人がいたみたいなんで、うん、まあ、あのエレクトリカルとアーカイブのファイルの整理が死んでるにもかかわらず終わってなかった、最後の最後まで終わってなかった人がいたらしいので、うん、まあまあ、責めない方がいいんじゃないですか、センターさん。あれかわいそうです、その人が。うん、かわいそう。うん、誰だろうな。ちょっと犯人探しも良くないけど、うん、まあ多分背で始まって腕終わる人なんですけど。すいませんでした。びっくりしたな、マジで。なんかみんな終わってますかって言ったで、まあ僕終わってないんですけど、ね。じゃあ。えっつって。